はい、どうも大勢秋葉でございます。いつもありがとうございます。ということで今日もやっていこうと思いますけども、このチャンネルでは1960年代70年代80年代90年代の音楽やアーティストを中心に、僕が誰からも頼まれてもないのに勝手に解説するといったチャンネルになっておりますので、ぜひお時間ある方は最後まで聞いていっていただければ幸いです。はい、ということでですね、こういう形でやるのは本当に久しぶりですけども、今日も早速やっていこうと思います。今日からですね、常々お伝えしていた通りですね、今月6月1ヶ月はですね、浜田省吾のシングル誌を、これをやっていこうと思います。なぜこのシングル誌をやるかというとですね、3日前ぐらいに、発表いたしました、私大勢秋葉が今月の26日土曜日19時から浜田省吾のカバーライブ、これをですね開催することが決定しました。はい、ということでね、チケット購入方法とか、まあ実際にライブの詳細であったりとか、そういったものをまとめた動画が、過去に出されてあります。一応リンクにも貼ってあるので、ぜひ興味ある方はチケット買っていただいて、ライブをね一緒に盛り上がっていただきたいなというふうに思うんですけども、まあそのライブがあるためにですね、実際にここ、1ヶ月は浜省で盛り上げていこうじゃないかというね、そういうねコンセプトでやっております。はい、ということでね、ついに6月に入ってしまいました。長いですね。僕もこうやって YouTube をねやってきて、2日に一遍とか毎日投稿してきて、もう早1年、ちょっと経つわけですけども、まあ本当にねもう6月も今年も、半分、終わりましたということでございまして、皆さんいかがお過ごしでしょうか。緊急事態宣言が伸びたということで、幸いね、僕の26日のライブでは、浜省のライブでは20日まで緊急事態宣言だから、実際かぶりはしないらしいんですよね。なのでね、ちょっと常々予定してた有観客やってもいいんじゃないかななんて思ってますけども、ぜひですね、チケットの購入方法とか、購入ページなんかを概要欄に貼っておきますので、チェックしていただければ幸いです。ということでね、前置き長くなってしまいましたけども、早速シングル誌やっていこうと思います。そう、これまでずっと僕アルバム誌っていうの、去年の10月ぐらいかな、そんぐらいからずっとやってたんですけども、アルバム誌の中でも、まあ、紹介してきた曲かぶっちゃうことあると思います。でだけど、まあ、シングルっていう改めてね、初めての試みなんですけど、いるとね、シングル浜省もう40とかあるわけですから、僕のライブまでに間に合うかっていうのわからないんですけど、今日は2枚だけ紹介しようかなというふうに思っております。もうね、出された順にこれポン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 ね、多分これね、ベラベラ長いこと喋っててもね、シングルいっぱいあるからね、これキリないと思うので、本当にこうポンポンポンとこう2日に1遍ぐらいで動画出していこうと思います。なのでまあ1動画につき、シングル2、3枚をね やらないとこれ間に合わないというふうに思いますので、皆様、ご了承ください。僕もちょっとね手探りでやっていく感じなので、一緒にね、あと僕も結構間違えること多いと思うんですよ。なので、間違えるというかね、ちょっとねなんかミスしちゃったりとかすること多いと思うんですけども、その時はお互いこうフォローしながら、そしてコメント欄とかで皆さんが持ってる知識なんかを僕にこう教えていただけるとね、であとこうよコメント読む方なんかにも教えていただけるとね、すごくありがたいなだというふうに思いますので、早速やっていこうと思います。なんか久しぶりですね、こういう感じで、やっていこうと思います。はい、ということで今日ご紹介するまず最初のシングル、デビューシングル、まあこれはね、僕のライブタイトルにもなってますけども、路地裏の少年でございます。そうです、これがね浜省のソロデビューシングルでございます。本当にもうね、もう僕タイトルにするぐらいですから、もう本当に思い入れのある楽曲でございます。B 面がね壁に向かってという楽曲で、こちらもすごくいいので一個一個ね紹介していこうと思うんですけど、まあ路地裏の少年1976年ですね、浜田省吾さんのデビューシングルでございます。で、これ実際にですね、同時発売として、僕がアルバム誌の最初に、やりました生まれたところ遠く離れてっていうね、この、アルバムと一緒にね出されたわけでございます。まあこの生まれたところ遠く離れてもまあ名盤なんですけども、まあその中に入ってるね名曲としてやっぱこの路地裏の少年は欠かせないんじゃないかというふうに思います。でこの路地裏の少年ってまあね、いろんなね方聞いている方ほとんどいっぱいいると思うんですけども、まあ、いろんなバージョンがあるっていうのがこれね特徴的なんですよね。まず最初に出されたこの、路地裏の少年76年に出されたバージョンも、ありますし、もう1986年の、まあ、J-BOY というアルバム、の、まあ、先行シングルとして発売されたのもあります。その歌詞の構成とかがね違ったりとか、実際にこの1976年のバージョンは、なんかね、歌詞の都合でなんかね3番だっけかな、なんかカットされちゃって
て、フルバージョンっていうのがあるんですけど、フルバージョンは J-BOY の方で、聞けたりするんですけどもね、歌詞は物語性というか、浜翔のまあある意味こう22歳までの人生観とか人生の流れっていうもの、紆余曲折あった流れっていうもの、そういうものをこう改めて見つめ直してる、こう自助的なまあ音楽というか、自助的なまあ歌詞っていう部分、それがすごくまあ魅力なのかなというふうに思います。実際に、浜田翔吾さんがまあ16歳から22歳までの間ですね、まあいろいろこう受験期間であったりとか浪人期間であったりとか、大学に通っていた時期、そして、横浜に住んでいて、そして俺は22歳だっていうこう時の流れとともに、歌詞が続いていくわけなんですよね。最後はですね、自分22歳だっていう告白でまあ終わるんですけども、実際にこれ23歳の誕生日の前日に書かれた楽曲ということなんですね。なのですごくこれ僕めちゃくちゃ親近感が湧くんですよ。っていうのも僕今年の1月の21日に、まあ、動画も出したんですけど、23歳の誕生日になったんですよ。だから浜翔の本当にちょうどね、この曲が書かれた時期とまあ若干かするというかね、そういう意味ですごく親近感が湧く、でそして僕なんかもこうね、シンガーソングライターというか自分で曲を書いて売れたいなと思ってる人間なので、そういう意味ですごく親近感が湧くなというふうに思っております。はい。でこれもともとこの楽曲はですね、そういう自助的な浜翔のまあ歌というねものではなくて、実際に浪人時代にホームステイに来ていた、アメリカ人のね、まあ女性のことを歌った青い目の少女という、まあ楽曲のタイトルだったらしいんですよね。浜田翔吾さんが実際に初恋した相手だったらしくて、まあその子のことをね歌って書いたということを言っているんですけども、実際にこれ作っている時に、いやこれちょっと違うなっていうね、このことを歌にするのはやめようってことで、路地裏の少年として生まれ変わったということでございます。まあ本当にこの楽曲はいろんな方にこう影響しているような歌で、まあそれこそね、大友康平さんとか、ハウンドドッグ、フォルテッシモね、この間ライブ見てきましたけど、大友康平さんとかは、実際にねアマチュアの時に、このラジオでねこの路地裏の少年を聞いて、まあ実際にプロになる決意をしたような一曲であったりとか、あとね甲斐義博さんなんかもね、もともとアンナっていう楽曲で浜翔はギターバックで弾いたりしてますけども、この路地裏の少年を聞いて一番早くね俺は絶対売れるってこうなんか確信したりとか、そういう風にね言ってたりします。そして須藤明さんというですね、まあ後々浜田翔吾さんとまあアルバムであったりとか、楽曲制作なんかに大きく、関わってくる、ディレクターの方、まあ本当にすごい方なんですけども、この方もすごくね影響を受けてるということなんですね。僕アルバム誌でもね言ったんですけども、いつかはこの国目を覚ますとっていうところ、あれいつかはこの国目を覚ます、この国が目を覚ますっていう歌詞なんですけども、孤独に目を覚ますっていう風に聞こえたという風にね、須藤明さんおっしゃっていて、僕もね全くその通りなんですよ。この孤独に目を覚ますっていうねなんか聞こえたんです。なんかだからすごいある意味狙ってるのか、二重でこう意味を持たせたのかとか、いろいろこう気になっちゃうんですけども、まあすごい名曲でございます。もう一曲、壁に向かって、これがねまた僕好きなんですよ。この楽曲、すごく今の浜翔のまあ歌い方、とはちょっとねなんか、まあやっぱ似てる部分もあるんですけど、当時の浜翔のちょっと癖のある歌い方っていうんですかね、ちょっとあとまあシャウトとかね、いろいろこう歌唱方法っていうのがちょっとねなんか独特だなって僕はやっぱ思ったんですよね。この、当時のオリジナル、バージョンを聞いてね、あーこういう感じで歌ってるのが、なんか叫び声っていうか、路地裏の少年っていうのはこう淡々と、まあ淡々とっていうか、こう自分のこととか今から自分がどういう覚悟で音楽の道に進んでいくのかみたいな、まあそういうちょっとこうある意味、自分のことをこう歌ってる楽曲なんですけど、この壁に向かってっていうのはなんていうか、心の中にこうふつふつと湧いてきたまあちょっと悲しみとか孤独とか、これから自分の、未来のこととか、もうなんかもう今どうしようもないとか、今何もかもうまくいかないとか、どうしようどうしようってこう鬱屈として何かがこうなんか爆発して、そして浜翔の声から出て叫びになっていくっていうね、そういうなんか音楽性というか、そういう歌い方っていうのが僕は目立っていて、まあアイドっていうバンドやっててね、そこからソロデビューして、売れるか売れないか、背景がすごくね、路地裏の少年とはまた別の角度でこれ見えてくる、楽曲になってるのかなと思います。好きな歌詞がね、死にかけてるぜ砂鉄の空で、帰るところも見つけられずに、なくすものも何一つないまま、雨に打たれて壁に向かってっていう歌詞がね、すごく好きなんですよね。アイドをやっていた頃とかも、言ってましたけども、やっぱ音楽をやるっていうのは人生をドロップアウトするっていうことを、まあ
実際におっしゃっていた浜田省吾さんで、やっぱりそれなりの覚悟を持って、それなりのやっぱりこう確信とかを持って突き進まなきゃいけないんですよね。やっぱりそういう風に最初はやる気になるんだけど、徐々に音楽をやっていく中ですごく挫折をしたりとか、どうしようかなってなったりとかして、このまま覚悟したもののなかなかうまくいかないなっていう、このね、鬱屈とした叫びっていうのがすごい死にかけてるぜっていう、こうパワーワードにね、なんか込められてるような気がするんですよね。帰るところも見つけられるずにっていうね、なんかもう行く場所もないみたいなね、まあミッドナイトブルートレインみたいなね、なんかね、あの台所へみたいなね、もう帰ろうみたいなね、なんか一体どこへみたいな、なんかそういうちょっとね、感じが見える楽曲になっております。はい、この調子で言ったらこれあれだな結構喋っちゃうかもしれないですね。はい、じゃあもう早速次のシングル行きましょう。愛の駆け引きでございます。これ1976年に出されましたセカンドシングルでございます。一応ですね、アルバムとしてはラブトレインでございます。一応ね、僕のアルバム誌でもやりましたラブトレイン、これもやりました愛の駆け引き。これもほんと僕大好きな楽曲です。これなんかもね、愛の駆け引きなんかも91年にまたあの撮り直しなんかがされていて、まあ2パターンとかね聞けるんですけども、この愛の駆け引き僕はすごく好きな楽曲でございます。この愛の駆け引きぐらいからなんかちょっと浜省のこうなんていうかな、まあセカンドシングルだからねしょうがないですけど、浜省のラブソング像がこう輪郭が現れてきたような、まあ、楽曲になってるのかなというふうに、思ったりします。もうあとこれの B 面がですね、キャンパスの冬という、楽曲でございます。まあ今回僕どちらかというと愛の駆け引き A 面なんですけど、キャンパスの冬について僕は結構ね喋りたいぐらい思い入れがあるんですよね。まあまずこの愛の駆け引きなんですけども、歌詞もすごくこう短くて淡々としてるっちゃ淡々としてるんですけども、すごくこれストーリー性があるんですよね。学生時代に出会った彼女がいて、すごく惚れていて、あの時ねキャンパスで君のことを見ていて、そして話しかけて多分ねお付き合いなんかしたんでしょうね。それでも徐々になんか大人になっていくにつれて、やっぱり彼女っていうとこう別れてしまうみたいなね。でなんかやっぱね、愛の駆け引きならもうドアを叩かせない、君は僕に何を求めたの、心の他にって言ってるんですよね。だからやっぱり心以外にもやっぱり恋愛をしていくためにはいろんな要素っていうのがあって、でそれはまあその理想ばっかりではないっていうことなんですよね。例えばまあ心とか愛があれば大丈夫なんて言ってますけども、実際現実世界としてはやっぱりね、この人に未来があるのかとか、この人の今のお金の状況はどうなのかとか、この人と一緒にいて私の人生は幸せになるのだろうかって、まあいろんな要は、環境因子みたいなのを考えて愛っていうものが多分成立する。だから要は愛とか心だけでは成立しない、でもそれは本当の愛じゃないだろうみたいなね。だからこそ愛の駆け引きなんですよ。駆け引きなんですよね。純粋に愛を求めていただけなのに、何を求めたの、心の他にねみたいなね、なんかそういう風に僕は解釈してます。まああくまでこの歌詞の解釈は僕個人の解釈なんでね。窓を映し激しい雨、白いホテル切ない胸っていうね、この歌詞なんかも、やっぱりこうなんていうのかな、時がある程度経ってあの頃をまあ思い返してるっていうような、まあ歌でもあるんですよね。実際に学生時代に、まあ、付き合って、そっから別れてみたいな。で、今頃何やってるんだろうみたいなね。ああ、すごく愛していたのになっていう、こう、失恋して、ちょっと時差があってから、こう、思い返してるっていうようなラブソングなんですよね。この街で一人僕は生きていたよ、寂しかないさ、歌詞があるんですけども、別に寂しくないよ、僕はもう、この音楽の道で、なんか、行くって決めたからみたいなね。だからこのね、要はそのデビューシングルとか、このデビューの時期のそのシングルも、まあアルバムもそうなんですけども、これ探っていくとやっぱ浜省の実体験というか、浜省のその当時置かれてる現状、その当時音楽を目指して、なんかいろいろ紆余曲折があって、いろいろこうお金的にも大変だし、生きていくのにも精一杯だし、音楽このまま続けるかもこう迷ってるしみたいな、本当に当時の浜省のなんていうのかな、やっぱりこう感じがらめになった姿とか、なんか苦悩とかね、そういうものがまあリアルで音楽に僕はこれ体現されてるのかなと思うので、やっぱり僕のこのほぼ同年代のこの時期からやっぱりするとすっごい共感が得られるんですよ。だって僕だってね、なんか例えばね恋愛とかもしたいけど、やっぱりね自信がなかったりするんですよね。やっぱついてこいぜみたいな、そんなこと言えない自分がやっぱりいるんですよ。だってまだ僕には未来があるなんて保証されてないから。だけど僕はまあ頑張るんですけども、それでもやっぱ弱気になっちゃう自分なんかもいるんですよね。なのですごくまあ僕にとってこの当時の23歳の浜省の叫びと今の僕の叫び、まあ全然重みは違えど、すご
ごくね共感できる、これが僕は本当にシングルの魅力なんですね。はい、そして問題の一曲、キャンパスの冬、これは、実際に、歌詞最初の歌詞でですね、キャンパスの冬はいつも灰色で夕べの争いの跡が雨に流れる、どうしてあの子はクラスに出てこない、非学生課で見かけた以来っていうね歌詞があるんですけども、実際にあの夕べの争いの跡っていう、まあ、歌詞とかがあるんですけど、浜松って実際にね、大学に、進学に行った時にね、まあ、浜松入門なんかでもこれよく喋ったんですけども、実際にその学生運動とかっていうのをこうリアルタイムで見てきた、方ですよね。で、やっぱりそういう状況の中で華やかなキャンパスライフっていうのを浜松自身も実際に夢見てたんですけども、ただやっぱり現実は当時学生運動とかそういった、時代だったわけで、ということが、まあ、浜松のこれからのね、社会的な歌詞なんかのインスパイアされる要因になったりするんですけども、やっぱり当時浜松はそういう争いなんかを見てきて、そこでなんか華やかさとはちょっと無縁な生活っていうので、そこのギャップで多分、まあ、生まれた歌詞なのかなと思っていて、まあこのいつも灰色っていうこの灰色っていうのがやっぱり争いとかそういった混沌とした様子っていうのを、まあ、描いてるんじゃないかなというふうに思います。国ではお袋が指折り数えて僕が卒業する日を待ってるだろうっていう、まあ、歌詞があったりとかして、まあ国ってまあ実家の広島だと思うんですけども、まあそこでね、お母さんがね、いつ卒業するんだと、ね、卒業したらあんたどっか就職するんだろうとか、多分そういうことを、まあ、お母さんはねやっぱ思ってるっていう、まあ、当時時代が時代でミュージシャンになるなんてなかなか言えてなかったのかななんて僕は勝手に推測したりするんですけども、そういうギャップですよね。要は卒業したら仕事しなきゃいけないのかなんかねこう思いながら、浜松もなんかやっぱりこういろんなジレンマら繊細ながら考えながら生きてきた、まあ、そういった本当にね浜松当時の、人間性とか、まあ、本当に悩んだこととかが現れてる楽曲なんじゃないのかなというふうに思います。何回も言いますけどもすごく共感ばっかりなんですよ、本当にもう今の僕とめちゃくちゃ重なるんですよ。やっぱり僕もお金がいっぱいあるわけじゃないしね、なんかねそれこそ26日浜松のライブやるけどみんな来てくれるかなとかね、なんかこれから僕音楽ね作るって言ったけどもなかなか時間的にもなとかね、いろいろこうあるんですよね。仕事もしなきゃいけねえなみたいな、ね、なんか本当にそういうなんかジレンマが僕もあって、でそれがやっぱ浜松の曲とすごく重なって、本当にこの辺の楽曲を聴くと僕は涙が止まらなくなってしまうという、23歳の、大勢秋葉でございました。はい、ということでですね、今ね実際ねこれね喋ってるの朝の5時ぐらいなんですよ。これ朝5時から喋るテンションじゃねえって感じですけどね今日も、シングルシーンこれからやっていきますのでよろしくお願いします。ということで今日は以上になります。ありがとうございました。